待ってる間ちょっとこっちでつなぎましょうかね。はい、じゃあまたね、つなぎタイム。どうなっていくかですね、これね。結構つないでるんですけどね。結構つないでる。つなぎからのつなぎだから結構つないでる時ね、うん、誰か視聴者で誰か応援してる人とかいないですかね。あ、だから、皆さんには今回誰を応援するかをちょっとコメントいただきますか、うん、いや、それは楽しみですね。場所とか棟とかでもいいです、うん、分かりやすいところで、うんうんうん、確かに、うん、ミロク、あ、ごめんなさい、ネコボサスとトゥルーン、ニックネームでもいいですね、ネコボサスとトゥルーン、ネコボサトゥルーンですね、ネコボサトゥルーン、ネコさん、いや、ネコさんじゃねえんだよな、新井先輩一択、うん、ジャンヌダルク、ジャンヌダルク、いいですね、やっぱお姉さんいいですよね、こう言ってんすよね、佐藤さん、佐藤さん2人ぐらいいなかったかな、佐藤さん2人いるからちょっと分かんない、佐藤さん2人いるんだよ、鳥取さん、トゥルン、トゥルン、トゥルン、 T シャツじゃないですか、ね、T シャツ、T シャツ、読んでた佐藤T シャツ、あれでも自分の場所を覚えてほしいってことですよね、そうですね、あれなんて読むんでしたっけ、あれ涼しい、涼しい、トゥルン、もっともっかつ、トゥルン、 T シャツ、 T シャツ、スズT、スズT面白いな、ああ、大蔵さん、大蔵さんいいですね、大蔵さんファンは結構あれですね、うん、偏りがありますね、ありますね、ちょっとナイスミドルな感じでいいですよね、トゥルネコダルクという役さん、いろいろ混ざってスズT ってところで買えるんですかね、あ、多分あれがあるんじゃない、アンテナショップとかに、はい、あ、あるんですよね、ちょっと、はい、聞いてみましょう、聞いてみましょうね、後で来たらこっち死んだらね、はい、スズTちょっと聞いてみました町田の新井ちゃん、よ、終わりましたね、トゥルネコダルクっていうのがありましたね、はい、じゃあフナちゃんお願いします、はい、ということでね、今回皆さんにお集まりいただいたんですけど、またしてもコロナ禍でね、またしても人間になりすましているものが紛れ込んでいるということで、はい、またまたです、はい、討議を、開始していただきます、本日の議論時間は8分間でいきたいと思います、ちょっと省略したね、ねえねえ議論のところちょっと長くなっちゃいますよね、省略したね唇を切るのは誰か、はいはい、まあ、正義通りですかね、やっぱり、はい、そうですね、ないどうですか、同時にするか、まあ、同時にしますよ、同時がいいと思います、先生が一番いいと思います、占い、占い、はい、一斉、はい、のせ、あら、一人一人、OK だ、マスさん大丈夫ですか、今日はリノの仕事でありませんよ、まさかに帰りましょうか、もういないんですよね、占いはね、じゃあ確定、はい、確定な、今回は確定ですね、いい役職みたいな、一人ですね、これは確定と見ていいんでしょうか、それとも進まないですよね、占いない人を感じてるんでしょうか、僕占ってもらった方がいいと思うんですよ、どういうことですか、すごい裏向きの方がいいですよ、確定と見るのか、あんまり、ね、自分がいないですかね、いないですね、ごめんなさい、聞いた、なんですか今の、なんでもないです、なんでもないです、まあでも村人ですよね、今の笑いと村人だから、多分これを見てみたいですね、騎士ではないと不思議な、もし占った方がいいですよ、村人だった場合は殺されますし、死だったらもう絶対に殺されてしまいますので、うん、違う人を殺さないように守るっていう方法か、うん、人道かっていうことですよね、強靭か、うん、目立っていきましたね、最初からね、そう、ぜひも占ってくれっていうのは強靭、まあ、人道ではないかなという、人道ではなさそう、はい、人道とは違うさっきの話の直後だからすごい怪しいむしろ道か勝ちかね、これはちょっと占ってっちまい、もうすっきりしません、ちょっと占ってすっきりしません、占ってもらって、うん、すっきりしたいですよ、これ怪しさがちょっと怪しい、ね、あ、怪しいっちゃ怪しい、そう、怪しい、どう処理するかですね、皆さんルール掴んできたどんどん話してまあ、では占うのですよね、占い師に任せるとしても、はい、ただこの昼のターンで誰か一人を追放しなきゃいけないので、うん、その材料が今のところ何もないどうしましょうか、この場合はもうないですもんね、うん、他に誰か出てくればまだ、うん、あったけれども、どうしましょうね、これちょっと
膠着しそうな。デジャブですが、デジャブですが自分霊媒師です。自分は白角です。急に誰も前引いてない。いやだって霊媒師ちょっと出るタイミングなのかなという気も。霊媒師他に霊媒師はいないですか。逆に霊媒師タイミングがなかったら霊媒師いないですよね。やっぱいます。いやさっきね殺されちゃう。さっき霊媒出て夜噛まれたって、はい、それ見てたのって話だと思うんだけど、ここで出てくるのはやっぱちょっとね殺されちゃう。悪手だよね。他に霊媒師いないですよね。これないですよね。ちょっと微妙な空気になる。誰か言わない方がいい。言わない方がいいですよ。うんうん、さっきそれで、切られてる。言わない方がいい。夜。うん、これあくまでも予想だけですけど、マスさんは霊媒師じゃないですよ。霊媒師は出さない方がいいです。出さない方がいい。出さない方がいい。マスさん経験者、経験者で分かってて。さっき出して壊れてんだから霊媒師が。霊媒師やめたもん。でもまあ本物の可能性もあるでしょ。いやでもね。まあ怪しいけど、いや怪しいじゃん。怪しいのは顔が怪しいだけで、現場顔は別に怪しくないから。いやでもね、なんか霊媒師さんじゃない。いやいや、言う可能性あるでしょ。あるある。村人だって。まあどうでしょうね。もし村人でこれ言ったら強人じゃないですよ。言う可能性ある。通りですね。強人なの。強人もあるね。強人なのか。渡辺さん白っぽいですね。疑いで強人っぽいっていうふうに言ってくるのが逆に。自分はそう思いました。客観的に聞いてきて。なんとなくね。はい。いや、それよりも、あれですよ。人狼じゃないのって言った方が白っぽいですよ。狂人じゃないのっていうのはそれは言ったらそうだけど。なんで狂人じゃないの、人狼じゃないのっていうのは人狼だったら人狼かどうか分かってるので、まあその言い方として守ってる感じじゃなくて。白判定ありがとうございます。いや、だからもう白確定させたってこと、白確定っていうことを宣言してるってことは、もう炙り出しをやってるんですよ、もう。それが信用できるかどうかっていうところを抜けにしてね、それは。ただ、まあここのラインは怪しいっちゃ怪しいね。このラインは怪しいっちゃ怪しい。だって逆に言うと、情報がないわけじゃないですか、最初って。だから、対抗が出てほしいんですよ。対抗が出てほしい。どういうことだから、自分は炙り出したいんですよ。いや、さっきそれでだって、霊媒師が炙り出したのを、なんかね、自分の仕事としてはできたって言ってたんだから、自分で。単純に村人ですって言えばよかったわけですよ。なんて言ってたんだよ。村人のことだってさっき自分で言ってたんだから、そうやってなってる。また炙り出そうとしてるって、それで、やっぱりどんどん表に出させてってる。それはよろしくない、やっぱり。でも意外とね、霊媒師っぽいんですよ。霊媒師かっこいいけど、今回今日は僕、釣らなくていいと思ってます。レイバルの結果を聞けばいいと思ってて、ね、で本物が出てくるのもこのタイミングじゃないと思ってます。じゃあ、レイバルしてくださいね、次の探偵。はい、レイバルはもう自動レイバルですから。自動レイバル。じゃあ、自分は誰を占えるんですか。今までこの辺り分かれてるからどうか。僕の辺で占ってもらってもらって。まあ、私も占ってもらっても構わないですよ。占ってもらっても構わないです。うん、私、嘘ついたことないんで、構わないです。僕もないな。あ、これは大嘘だと思うんですけどね。だからでも占い先から分散するっていうのが良くないから、誰か決めましょう。決めた方がいい、これは。あらゆく占ってもらったら、あらゆさん占いましょう。なんか怪しい。しんちゃん怪しい。もうね、初日に処刑噛まれたりね、初日に処刑されて、大体そうだから、僕の運命は。じゃあ、無駄打ちになるね。ダウちゃんはじゃあ誰、じゃあマサさん、その菩薩論で言うと誰が、猫菩薩です。猫菩薩論、この時間は、ご坊さんか米田さんなんですよね、個人的には。今見た感じ、その理由を聞きたい。一番最初に白だっていうふうに言ってたとかと、ああ、ガードがね。はい。ガードは田中さん。ガードは、まあそうだよね。それで鈴木さんは死ぬか、知らなければ一人しか見上げなかった。狼か狂人か。でもちょっと米田さんの占ってるか言ってるのは正直。なんかさっきとちょっと空気が違うんだけど。空気がさ、なんか空気が。空気が違う。なんかね。ごめんなさい、なんか怪しい。人狼お父さんもちょっと空気が違ったんですけど。あれだと、妥協意志で。たまに出たら分かるな。なんか妙に静かだと嫌だよねって言ったから。ごめんなさい、ちょっとなんか分かっちゃったかも。3つ聞いていいですか ?3 人聞いていいですか。上田さん、マスさん、どうだと思いますか。そう
ですね。よく笑顔が素敵で。あのさっきあれほどの失敗をなさっているので、まあ、議員たるもの同じミスはしないだろうなと。わかりました。それしたらばもう。野崎さん、野崎さん、どう思ってますね。まだまだ。野崎さん、野崎さんは、真麻さんどう思いますか。あのとりあえず一旦一旦というか、まあ、この、日々釣る必要はないと思う。この言い方では釣らなくていい。ただ釣らなくていい。はい。本当かそこは全くわからない。そうなんや。ケモさん、ケモさんどうですか。ケモさんどう思います。あのマサさんは死んだら本物。死ななかったら狂人か人狼。で次のはさあ終わりました。これにて両締結いたします。では。本日、投票に立候補したい方はいますか。はい。おお。じゃあ、その友和くん。できれば、名前のプレートをしていきます。佐藤さんはね、決断早いですね。人狼合戦に佐藤さん、誰を選ぶでしょうか。ごめんなさい、あの五道さんでお願いいたします。五道さん、五道さん、五道さん、一気に狙い撃ち。続いては、上田さんは。さあ、ジャンヌ・ダルク、お願いします。さあ、どういう動きを見せるんでしょうか。あのちょっとさっきとのゲームとだいぶ態度のトーンが下がっていてですね、ちょっと不正が見つかった議員のような感じがするんで、ちょ米田さんにちょっと今あの米田さんかなというふうに思っております。Tシャツだったらもう脇汗かいてるんじゃないかと。何を言うんですか。判断材料何にもないんですけど、なんか妙に静かなんで、五道さん。はい。おお、五道さん。五道さんを選びました。2票目ですね。はい、野崎さんは誰を選ぶんでしょうか。まあ今1対2ということで、ここはちょっと米田さんと五道さんにもう一回お話をしていただければと思うので、米田さん。なるほど。もう一回お話し。決戦投票希望ということです。絶対騎士じゃないっていうことで佐藤智和さん、さっき自分でも占っていい。なんとなくちょっと米田さんが怪しい差を感じたので、米田さんに1票出たいと思います。さあ3票、2票、1票。はい、はい。独特の動きを見せております。さあ、猫菩薩こと、はい、マサさんはどこに入れるんでしょうか。自分ももう少し情報を知りたいので、五道さんか米田さんなんですが、五道さんに1票。おお。さあ、これ決戦投票の機運が高まってきましたね。そうですね、決戦投票したいということなんでしょうか。なんかあれですよ、議員ながら最終的に当選したくなってきますね。ちょっと待って、最後のお互いに1票ずつ。新井さんは誰に入れますか。決戦投票から悩んでるのか。はい、決戦投票でやっぱりあのお互いの言い分を聞きたいので、特に怪しいとかではなく散らすためで、憲法区に入れます。さあ、散らして一票、憲法さんに入りました。さ、佐藤正則さん、はい、あの湘南の方から来ました、佐藤と申します。これ本当ですから、本当ですから、本当ですから。あの、まあ、ここは決選投票にしたいなと思いますので、まあ、あの散らすために野崎さん。トゥルン、トゥルン野崎さん。トゥルイチですね、トゥルイチ。はい。さあ、決選になりそうな米田さん。そうスズティこと、スズティこと米田さん。思い出したかのように T シャツを思い出した。T シャツ持ってきましたね。じゃあ僕さすがに自分にいるわけにいかないと思うので、五道さんに1票入れたいなというふうに思います。米田さん、T シャツ持ってきてるんですけど、全部あのカメラの枠には入ってない。はい、では失礼します。山陰唯一の特別施設があります才能廃止がある言葉所からました五道正則と申します。すみません、方言が聞こえない。どうなんでしょうか。やっぱあれやね、人口多いところは俺らいじめるよね。それはそう。
はい、よろしいですかね。はい、話してもよかったですか。はい、で、これから、米田浩介君と、後藤正則君が同数となったので、はい、決選投票になります。その前にお二人には弁明を言っていただきますが、立候補したい、先に言いたい方はいますか。どうぞ。じゃあ、来ていただいた方がいい。はい、はい、なんで T シャツ着ないの。そもそも、そもそも僕あの村人、村人でしたっけ、村人なので、もし五道さんが騎士の可能性があるんであれば僕を選んでもらった方が多分いいと思います。多分、はい、はい、なるほど。 T シャツ以外は不自然じゃなかったですか。方言きつめの。すいません、米田さん、騎士だったらよかったです。自分村人なので、村人です。この名前は、まあ、どちらかが村人です、これは。ありがとうございます。村人でございます。まあこれ以上言いようがないのでよろしくお願いします。はい、以上です。これ皆さんどっち取るんですか。はい、じゃあ、2人お席の方で一度ご起立をお願いします。ややこしいんでちょっと離れてもらって、はい、それでは、2人以外の方でどちらかに一斉にせーので指をさしてください。ではいきます。せーの、米田浩介君に入れている方は手を挙げてください。1、2、3、4、5票。はい、では手を下ろしてください。後藤正則君に入れている方は手を挙げてください。1、2、3、4票ですね。はい、では本日、投票で優勝が生まれてますね。はい、はい、では米田浩介君が、ご退席となります。最後こちらで一言お願いします。はい、鈴もみんな見てる。鈴もみんな見てる。俺にもニックネームちょうだい。あ、一応ついてるのは鈴 T です。鈴 T です。ちょっとちょっとこれ話そうとしてたわけからよかった。ちょっと嬉しい。鈴 T で鈴 T で鈴 T に行きましょう。ありがとうございます。はい、じゃあこっち来ていただいて。はい、じゃあカメラ切り替えますね。はい、はい、どうぞ。期待してた方が来ましたね。来ましたね、お疲れ様です。お疲れ様です。こっち座っていただいて。ちなみに結構混戦の1票差での当選ということで。そうですね、おめでとうございます。もう毎回選挙でもそうです。ちなみに鈴 T は、はい、あのどちらで買えるんですか。これ、この T シャツは実は前に鈴ではもうジャンボリーの、あー、なるほど、日本ジャンボリーの大会があった時のシャツが家に大量にあって、僕は子供は5人いるんですけど、5人、はい、僕も服を買うようなお金はもうなくて、家の中で漁ってたらこの T シャツが出てきて、で今日はこれ人狼で出そうかなと思って。じゃあ在庫はちょうどいいなと思って。在庫は米田さんの家にあるの。あるので、もしあのニコ生の方でプレゼント可能だったら、はい、まだ最悪僕が切ったやつ洗って差し上げます。あの家に新品があったら1個プレゼントします。あ、あら、はい、プレゼント来ました。すごいですね。欲しい人いたら。日本ジャンボリーって何ですか。日本ジャンボリーって何ですか。検索してみてください。あの子供たちがなんかその自然体験を通してなんかやったりとか。なるほど、はい、じゃあ鈴木最後になんかプレゼント企画、はい、ちょっとプレゼント企画あるんですか。プレゼント企画しましょうか。欲しいって言ってくれたら嬉しいですけど、はい、いや、はい、欲しいと思います。使用済みがいいとか洗わなくていい。いらない、はい、いらないいらない。これいらない、多分積んでるでしょ。あ、そう、はい、また欲しいんでしょうね。そうですよ、欲しいって言ってくれたらありがとうございます。嬉しいです。はい、で、はい、では、はい、あの米田さんのその、はい、普段政治家さんとしてやられていることとかって、はい、一体どんなことを重点的に。そうですね、僕はその議員になるきっかけとしてはやっぱりこう結婚をして子供をできたっていうのがすごく大きいんですよね。次男坊にちょっと足にちょっと障害があるんですけど、それでこう日本中のいろんな病院行って、うん、こうなかなかそれ処置のしようがないというか、治しようがないんですよね。はい、そう考えたときに、まあ、その前はずっと鈴に住んでたんですけど、鈴、うん、で起きた問題とか、まあ、しょうがないなって、はい、とか誰かやればいいなっていうふうに思ったんですけど、こう僕にはできないぐらいの感じで思ったんですけど、その子供の足っていう部分はもうできない、僕にはできないんですよ。でもその子供たちに残すその鈴っていう部分を変えることは、子供の足を治すのことに比べれば僕にできることだなっていうふうに思うんですよね。
プラス、まあやっぱり誰かがやってくれたらいいな、この数値を良くしてくれたらいいなと思ったんですけど、誰かって言っても誰にしても大変じゃないですか、うん、だったらまず自分がやればいいかな、そういうふうに思ってその議員にこう立候補させてもらったんで、ふざけてるだけじゃなかった、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、すごい素敵なお話で、ありがとうございます、おしゃもさん、ありがとうございます、はい、この意識は大切ですよね、誰かがやればいいんじゃないですか、この T シャツ、もし欲しい方いらっしゃいましたら、T シャツに能登の塩をつけます。あ、最高ですね。マレーっていうドラマが、うん、あそこの連続があったんですけど、はいはい、あれでこう塩を作ってるじゃないですか。うん、あれ輪島じゃなくて、実は酢で作ってる塩なんです。そうだったんですか。そうなんです。で、本物の人は僕の友人です。そうなんです。その友人の塩を何とか手に入れて、それとこの T シャツを一緒にプレゼントします。わ、素敵。素敵。マレ、そう、マレ、マレ、マレです、はい、一旦こういうのって、議員さんからプレゼントってセーフなものなんですか、涼しの人はダメです、涼しの人はダメ、はい、投票権があるのダメなので、投票権外の方ないっつと、はい、じゃあ、じゃあ、18歳未満っていうことですよね、はいはいはい、では応募していただいて、はい、お住まいじゃなければ18歳以上でも大丈夫です、ね、大丈夫です、はい、かしこまりました、はい、では現場の方がね、整ったみたいですね、はい、じゃあ、そうそう、行きましょうか、はい、現場の船子さん、はい、こちら現場の船子です、すいません、失礼しました、はい、ということで、夜の間に発言の資格を失った者がいます、よいしょ、よいしょ、鈴木雅君、ご退席お願いします、本日の討議の時間は7分間でいきたいと思います、肘も中ズボン打たれまい、自分で出ばなくちゃったからね言っちゃいけなかった、言っちゃいけなかった、いやいや、そうそう、言っちゃいけなかったんですよ、最初に聞いてもいいですか、分かったって言ったのなんで分かったの、あのね、いや分かったっていうか、何のなんか、さっきあ、俺分かったって言いましたよ、俺分かったとは言ってないけど、米津さんがさっき3-3で、4-4だったかな、それで僕が1だったじゃないですか、で本当にその2人がもしくはどちらかが人狼だったらお互い指名しない知らすのかなと思ったのを、だから米田さん僕白だったんじゃないかなと思ったりはして、白ですか、へ、あ、そうですか、でしょ、だって僕がいなくなった理由は米田さんが黒だったからかなと思ったんですよ、あ、うん、あ、だってそうすると分かんなくなるので、残ったピキニアだったってこと、そう、だってそうです、そう、残ったピキニアだから、あ、残ったピキニアだった、だってもしあれだとお互い潰しいかないでしょ、あ、でも決戦投票はもう基本的には確定だったと思うので、でもほら、でもそれ僕が1だったから確定ではね、それぞれ、そうそう、そうそう、だって共謀して僕が他の人でもいいんですけど、それぞれ共謀して入れるでしょ、それは確かにないけど、まあ、怪しいけどな、ね、そうそう、占い結果にしましょう、失礼しました、決定していくことはしないと、ね、違いますよ、うん、自分は赤井さんが占ったんですよ、味方につきよう、嘘いや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 まさかの、ちょっと待ってくれ、まさかの、いや、僕違います、違います、違います、びっくりしよう、いや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 、ちょっと待って、いやいや、ちょっともうゆっくり誘導してもらおうと思って、いや、ごめんなさい、本物の占い師出てきてもらっていいですか、ちょっといやいや、本当にこれ違いますよ、びっくりでしたね、いやまあ、別にいいですけど、それは決まりました、僕がいなくなってゲームが終わらなかったら他にいるってことですからね、それはまあね、それは全然いいですよ、いや、わかんない、だって新井さんがいなくなってもまだ可能性残ってるわけですから、誰が教授の人分からないって、教授の人分からないだって僕は白だって言ってるわけだから、教授の人分からない、ヨネダさんがヨネダさんを占うと思ってたんですよ、マサさんが教授っていなくなっちゃったから、じゃあどうしようかなと思って、ヨネダさんね、白の可能性あると僕思うんですよ、いや、マサさん僕は霊能者だと思います、霊能者、まあ、だと思います、霊能者だと思います、うん、ちなみに霊能者いますか、いなくなっちゃった、いなくなっちゃった、占い師もいませんよね、一人だけですよね、占い師、じゃあもう黒角ですね、もう黒角、いや僕いいですよ、僕は全然それでも、いやもうしょうがないですもん、だってもったいない、他にだって出てこなきゃ残念です、ね、僕は占い師でもないです村人なので、だから占い師は占い師が嘘を言う必要ないもんね、だから占い師じゃないってことですよ、占い師じゃないもんね、狂人かどちらかが出てきていて本物の占い師が、だから僕はまだいると思ってるんです、僕の中では、あ、それしかないんですもん、だって占い師が黙ってるんで、だからそれは占いの結果が黒出るまで出てこないという判断をしてるのかもしれない、ちなみに人狼って俺が占い師だって言ってもいい、もちろん、それもいいじゃん、全然大丈夫、遊ばれてるんだよ、何でもあるし、何でもあるし、
とりあえず新井さん確定でしょ。まあこういうのを流れるしかなって買ったらまあ悪いけど、だから仮に、まさか、約束はないよね。仮に渡辺さんが黒だった時だよな、怖いですね。いつの占いしかそこまで言われちゃうと思う。いやでも、まあまあ、渡辺さんは上手だけど、この流れだとないでしょ。さすがに、さすがにないでしょ。本物ですよね。本物ですよね。むしろ誰が強靭だったのかの方が気になる。むしろだから、強靭はもしかしたらまだ潜伏してると。小枝さんと、もしかしたら人狼じゃないかもしれないから、強靭が潜伏してるんだったら、人狼はいるかもしれない。強靭が潜伏してるんだったら、もうあの渡辺さんは人狼ですよ。だって僕が違うんだもん、村人ですから。それに黒判定したってことは狂人か人狼で、狂人がどっかにいるって言うんだから、じゃあ人狼です。あーそっか。いやでも新井さんですよ。いいですよ、今回振り回すで全然他の役職もないので全然いいです。僕は構わない。狂人なら分かるんですよ。最終的に村が勝てばいいので、人数的にはまだ勝てますから。いや狂人なら分かるんですよ。人狼でしかいけない。だって狂人が他にいるって言うんですもん。じゃあ人狼しかないでしょ。僕の中ではそうしかないです。はい、だ僕が言えるのもこれだけなんで、多分この昼間は僕のターン、僕が多分釣られますから。とりあえず釣りさけ、この2人ほっといて、他の人で。じゃあ次だから、新井さんはでもどうかって、どっちか残しとかないと、ボロ出てこない。だから次、占い師と自分ちゃんと、占って大丈夫ですよっていう。いやいや、占いの結果は結局、狼以外は白なんですから、誰を占っても分かってるわけですよ。まあ、誰を潰せばいいか分かったので、もうさ次の占い人ちょっと僕ね、ちょっと護道さんを占ってもらいたいです。護道さんですか。じゃあ護道さん、いいですよ。護道さん占わなくてもいいんだけど、まあ憲法さんもちょっと怪しいですよね。なんか人狼をかばうような。だから騎士の人がいたら自分を守らなきゃ、絶対殺しに来るんで、で騎士の人がもし米田さんだったら自分殺されるっていう。あ、でもいなくなるんですよ。僕は多分この人は、もし人狼がいれば全然いい、いる可能性あるから、その人はもうしっかり守ってればいいなっていうことです。で、残っていたら、まあ、どうなのかってことをぜひ次の単位を判断してほしいと僕は思っています。はい、もしかしたら人狼はもう一人いる可能性がある。まあいる可能性高いですよね。高い。いや、僕ね、米田さんは白だと思う。これで米田さんだったら、もういる可能性は白。何のためのゲームだったのっていうか、米田さんとか自分になってますけども、他の人たちって言ってます。自分村人なんですけども、ずっと何か言われてるんですけども、何度も何度も村人なんですけども、何度も言われると何か言われたんですよ。何度もというか、今1回ぐらいしか言ってた。さっき2、3回言ってたな。強調されすぎるかな。強調されすぎると何か連携してるかとは分かんないね。村人ですよね。村人です。村人ですよね。村人です。渡辺さん嬉しそうですね、なんかね。なんか嬉しそうですよね。なんかで謎なんですよ。ナイさんなんかテンション、ナイさんなんかテンション違いますよ、ね。うん、なんかトラビットです。トラビットです。正真正銘なんですね。ナイトではありません。騎士ではないです。騎士ではない。広げていきましょう。だから人狼さん、私狙っても無駄です。むしろナイトっぽい。ナイトさんが嘘つく必要はない。ないです。まあ、嘘がないです。まあ、村人なんだ。村人です。上田さん、上田さんはもう何も言わない方がいい。村娘です。村娘です。とりあえず新井さん行って次また考えます。はい、いいですよ。そうね。ちょっと待って、黒って渡辺さんに占ってもらって。本当にびっくり。恥ずかしい。いや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 。黒やっぱり人狼のやつ。うるさいよもう。びっくりしました。いや、はい、それでは。予習いたします。はい、では本日、投票に候補したい方いますか。まあ、どうせ僕ですからね。はい、行きますよ。いいな。はい。はい、新井です。僕のことを黒判定した渡辺さんに当然僕は入れます。ただ僕が今日処刑されます。お疲れ様でございました。寒川町の佐藤と申します。実はね、湘南って嘘なんですよ。実は嘘で、ここで新井さんでお願いします。湘南嘘だったんだ。どこなんですかね。さあ、これは後々に響いてくるんですかね。護道さんは誰にいるか。
ナリー篠浜が徐々にあのブレーキしてる言葉書からもいやだからだからね、方言がね、すごく全然伝わらない。入ってこない。もう順調に票が入ってますか、大丈夫ですか。順調だね。順調に入ってますか、大丈夫です。じゃあ、お隣の町田の新井さん、新井さんに1票でございます。ジャンヌ・ダルクこと村娘ですね。ちょっとだいぶ遠が立ってますけれども、やっぱり今日ねお誘いいただいたのに本当申し訳ないんですけれども、あの虚偽はやっぱり許されませんので、新井さんに、はい、一票を入れたいと思います。新井さんは虚偽をついたと。さあ、渡辺さん、すいません、あの今日お誘いいただいたのに申し訳ないですね。皆さん謝罪から、はい、なんかもう目がほとんどね、あのもう長い付き合いで分かるんですけど、あの新井君に1票入れます。あのお誘いいただいたのに申し訳ないんですけど、私も、先輩ではありますが、あの新井、議員にちょっと、今回退席いただければと思います。来るだけ。お誘いいただいたちょっと泳がせてみたいなって気もしないでもないですが、まあ、ここまで入ったらさよなら。ちょっとプロの手口をちょっと勉強させてもらいました。新井さんに、はい、来ました。はい、では本日、投票で最多票を得た新井義直くんが退席となります。ありがとうございました。カメラ、あ、そうですか。まあ、あのしょうがないんです、役割なんで、これが、はい、まあ、でも頑張りました。本物占い師の方がいらっしゃるのであれば、ぜひ黒判定を見つけたら出てきてください。私は村人です。村ぜひ勝ってください。以上です。はい、おー、私は村人です。はい、じゃあカメラこっちに切り替えましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2期目の当選の方がお二人、はい、じゃあ鈴木さん下がっていただいて、まさん早いっすね。ちょっと早いっすね。このメンバー早いんだよ、なんかこの二人が、ね、見る人一緒なんですけど、ね、早いっすね。きっと赤い糸で結ばれてるのだと思います、はい、あら、赤い赤い糸で結ばれている。僕は結構です。違う人来てほしいのに。すみません、ね、同じ番組で、ね、本当ですよ。2期目ですよ。2期目ですよ。はい、はい、あ、後ろで全部めっちゃ宣伝してるじゃん。今回もね、なかなか面白いですね。あ、その今後の政治活動、こういうことしていこうかなみたいなのを伺ったりしてもよろしいですか。いいですか。いいですよ、どうぞどうぞ。だと、ね、この、はい、そうですね、やはりこの政治家人狼、いろんな議員さんを呼んで、また別の形で政治家人狼第2回、3回とやっていきたいと思っております。やってみたいですね。これぜひ、議員さん見たら、なんか、ぜひ、そうですね、出てほしいですよね。これですか、はい、見てる議員さん、ぜひ、あ、議員さんとかね、見てるんですかね。そう、議員さん、人狼楽しいですよ。でもう国会とかでやってみたいですね。そうですね、国会議員の方もぜひやりましょうよ。カンカンカンとか、カンカンってありますよね、国会。何人村になるんでしょうね、あそこ。ハンマーですね、ハンマーね。あれでもあんまり意外では使わないですね。使わないですね。あれ投げちゃったら大変なことになっちゃうんで。準備できたようですね。準備できたようですね。じゃあ、早いですね。現場に戻りましょう。安倍総理呼んでくれて。絶対無理ですね。はい、はい、本日も発言の資格を失った者がいます。鈴木健保君、ご退席願います。本日の討議の時間は5分間になります。では討議を開始してください。結果だった結果は黒の人が見つかりました。見つかっちゃった。あら、終わったんだ。人道全滅。こんなんでいいのかな、こんな終わり方でいいのかな。でもさ、そんなすごいですね。いや、完全さっき五道さんで僕らの勘ですよ、だから。いや、五道さん怖いですよ、全然白だと思うんですよ。いや、絶対怪しいと思ってましたよ。裏切りです。
五郎さんのあの方言に方言なんか方言の人の良さとその方言でもう、いやもう普通に白だなと。いやただ、毎回、まあ、これ反省会になっちゃってますけども毎回の方が自分上がってくるんですよ、序盤の方で最初の顔当たっていたのかな。もうそう、最初から最初にね、言いましたもんね、五郎さん。じゃあ、吊るしかない、しょうがないですね、結構当たるけど、まあそうだね、吊るしかない、静かだったもんね、最初ね、おとなしく出てたもんね。終わりですね、終わっちゃいました、終わっちゃいましたか。どうします、終わらせないように頑張りますか。いや、なんか言ってください。一発逆転で、逆にあの反省会になっちゃうんですけども、狂人誰だったんですか。反省会にならない。いや、反省会にならない。反省会、だって狂人だけもう知らないんですか。反省会に狂人がしょっぱな手挙げなかったですよね。狂人が守ってない、守ってないですよね。狂人をちょっと聞きたいですね。狂人が人狼を守らなかったんですよ。一切守んなかった。ただただ、なんか傍観してたっていう。狂人の人は誰だろう。狂人誰だろう。狂人してましたよね。最初の多分手あげるだって同時上げだったら雰囲気変わりますよね。まあ、そこでなんか狂人誰だったのかなと思って。狂人誰だったの。誰だったの。佐藤さんですか。狂人じゃないです。狂人じゃない。向こうにいるの。え、もう早く早く向こう狂人。早くに切られちゃった。早くになくなっちゃった。いやでも狂人最初に来た。またやっちゃった。レバシ、だってレバシいないですよね。レバシいないです。いないですよね。そのままの人か。T シャツだし。え、T シャツとして持ってきた。え、じゃあ、人狼と狂人が2人並んでたってこと。あー、米田さん、狂人だったの。いや、憲法さんでしょ、狂人は。あー、うん、あー、でもだったらちょっと知らねえ。いや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 、怪しかったから。でもね、憲法さんも、だから2人になった時に佐藤を入れて3人にしてみたいな話をしてたから、なんか怪しいみたいな。憲法さんの可能性は、私はそう思い、怪しかったなって思いますよね。で、あの、荒さんはかばおうとしてたし。そうそう、憲法さんが強いと終わると正直と思ってました。多分憲法さんが狂人だったと。そうか、じゃあ狂人を殺しちゃったってことだね。もうね、それで、それで狂人は誰だって。自分じゃ、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 人狼の敵だったんじゃないですか、狂人は。自分じゃ、まあでも意外性じゃなかったですか。選択としては意外性だったんですよね。人狼にも責任があるってことで、人狼にも責任があるってことで、まあ一応ゲームですね、あまりグダグダにする、はい、そうですね、まあ、これででも終わらないって可能性もだからなくはないから、ゼロじゃない、とりあえず終わらない、ね、決めて終わらなかったらまだ釣るしかない、とりあえず釣るしかないけど、ね、まあ、これ終わらなかったら村人も待つ、いいじゃないですか、待つしかない、行きましょう、まあ、とりあえず釣るしかない、これで終わらなかったら正直釣るのは釣るしかない、いいっすよ、そうですね、釣っちゃいますから、はい、はい、実は狂人だったって、そういうことはないと思う。そういうことはないと思う。まあ、あ、じゃあ、総意としてもう言っちゃっていいんですよね。はい。はい、はい、全員が討議、短縮ということで、はい、よろしければ、うん、先に、投票という形にしたいと思います。はい、では、ここで討議を終了としまして、立候補で投票したい方はいますか。はい。はい、では、佐藤智和君。最初から五郎さんだと思ってました。五郎さんに1票お願いします。ちょっと待ったら来るのか。最初から決めてました。じゃあ、ね、スターバックスがないのは鳥取だけじゃなくて江戸川区にもありません。五郎さんに1票入れます。いや、まとめてくるんだよ。佐藤さん来てくださいね。うまいな。上手なんだ。最初から一番怪しいと思ってたらそうでした。五郎さんに1票入れます。さあもう3票、どんどん入ってきますね。どんどん入ってきます。私も、五郎さんに、1票入れさせていただきたいと思います。はい、渡辺さん、ちょっとあと人を見る目がなかったのかもしれないですけど、五郎さん本当怖いなと思いました。おかしい、おかしい。あの同じ正則っていう名前で、正則って嘘つかないと思ってたんですけど、嘘ついてた。びっくりしました。嘘つく正則もいるんだと。いいわ、さっき嘘ついてたじゃないですか。来ました。あれ、今度は最初に喋るやつなんて言ってか聞きたいですね。いろんな人に指名いただきました。私、誰も選ぶことができないので自分を選ばせてやってください。五郎に1票、よろしくお願いします。投票最多票ということで、本日五郎さんが、ご退席となります。では最後に遺言をまたこちらでお願いします。
五代醐天皇 の、 あの戦場に立った戦場さんから参りました、護道正則です。琴浦町、琴浦町忘れないでください。では、五代醐天皇は五代醐天皇 の、 あのあ、長話だったらいけないですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。沖ノ島に流されて、それから脱走して、縄縄とし、と一緒にですね、戦った戦場の場、戦場さんがあります。琴浦町から参りました、護道正則と申します。でも渡辺そんな感じで。わかりました。ありがとうございました。満票と得票おめでとうございます。ありがとうございました。特等で。はい、ということで、この時点で人狼がすべて処刑されましたので、村人側の勝利となります。おめでとうございます。あ、意外と決まりましたね。決まりましたね。狂人が誰か当てるゲームになってましたもんね、最後の方ね。まだ役職は明かさずに狂人を大失敗した。最後にみんなで当てていただきますか。では役職確認、狂人最後にしましょう。はい、そうですね。それ楽しそうですね。じゃあ現場の船子ちゃん。はい、現場の船子です。役職確認お願いします。はい、では役職、発表していきたいと思います。占い師は、2連続人狼見つけました。渡辺武さんです。すごい。素晴らしいです。すごい。はい、そして霊能者は、あんだけ疑われていたんですけれども、鈴木雅さんが、ね、はい。あー、かわいそう、あんなに疑われてる。本物だったんですよ。本当に本物なので、初日に襲撃されてしまいました。そして、今回騎士一番ないと言われた人がね、騎士です。佐藤智和さんです。わーあー、占ってくださいって言ってましたもんね。そう、だから騎士はないだろうと思われていたんですけど、それを逆手にとってね、素晴らしい。ずっとあの渡辺武さん守っておりました。おー、素晴らしい。そして人狼の2人が、荒井義直さんと護道正則さんということでね、お疲れ様でした。あれはひっくり返せんですよ、もう。いや、弁明すごい頑張りましたね、荒井さんは本当に、はい、いや、もしかしたら本物の占い師ですって出てくるかなと思ったら、何もしなかったから、いやいや、そういう段階じゃない。はいはい、では、最後、狂人は、まだ出さずに、みんなに誰が狂人だと思うかと。あ、いいね、ちょっとコメントもらえますか。せーので指さしましょうか。せーので指さしましょうか。一回向こうでやってみましょう。皆さんにじゃあ、投票していきましょう。視聴者の皆さんも考えてね。あれしましょう、狂人投票しましょうよ。狂人誰だと思うか投票、狂人の人もちゃんと投票してくださいね。いや、もういいんじゃないですか、マイクで持って。お時間あるんですよね。持ち上げやりましょう。ああ、じゃあみんなに一言ずつ聞いていきますか。前に来て。持ち上げはできない。はい、じゃあ、前に来ていただいて。まだ時間余っちゃった。そうですね、だいぶ時間が余りましたので。あ、はい、文字ゲームもいけそう。じゃあ行きましょう。文字ゲームいきましょうよ。じゃあ狂人投票しましょうか。じゃあ狂人投票、せーので。はい、じゃあ一斉にせーので、いきます。せーの。順番に確認しますので、鈴木健保さんに入れてる方は手を挙げてください、はい、あと鈴木も結構人気ありますよ、7コメントでは。他に入れてる方が、米田さん、米田さんに入れてる方が2人あ、じゃあもう2人ですね。鈴木健保さんが7票と米田浩介さんが2票なので2極化してる感じです。さあ、じゃあ一言ずつ聞いてみますか。そうですね、じゃあ米田さんから。あ、それ誰ですか。なんと、狂人に殺された。自分で見殺しにされた。終わったもんですか。それはやめましょう。見殺しにされた。じゃあ狂人じゃあもう答え合わせしちゃいます。じゃあ答え合わせをしたいと思います。じゃあ狂人は手を挙げてもらえますか。狂人の人手を挙げてください。狂人だろ、はい、せーの。はい、手を挙げてください。狂人の人。俺ほんまに村人ですよ。あれ人狼だ。あれ狂人だ。あれかけてた。あれはい、ゲームマスターの船子さんが狂人だった。いや鈴木健吾さん狂人って書いてある。出た。ちょっとカード見せたで。カード持ってきて。それでカード持ってきて。いや、知ってた。絶対知ってた。いや狂人って書いてある。絶対知ってたよ。もう嘘つくの下手じゃないですか。めっちゃ下手。わざとやん。
そういうこと下手でしょ、嘘つくの。教人が読めなかった。負けたんだからね。まさかこのパターンあると思わなかったですね。教人って書いたの。でも一応あの発言の中で自分が教人らしいというところ少しあって、それが、渡辺武さんが新井さんに人狼って言ったときに、憲法さんが二人は残して他の人にしませんかって言っているんですよ。まあそれは鈴木さん自分狂人で、もう新井さんが人狼と分かってかばっての発言だったというところが見えました、ね、あ、なるほどなるほど、はい、そもそも栄養が体の出ちゃった時点で僕の仕事はなくていいかなと。一言もらえますか。すいませんでした、申し訳なかったです。ご冗談ですよね。すごい、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 アンケート取る。じゃあ先に、まだちょっと時間余っちゃったので、もう1ゲームやるかどうかを検討している間に一旦アンケートを、今ここまで見た人にどうだったかっていうのを聞きたいなと思います。はい、これでいいよね。じゃあ政治家人狼面白いですかっていうことを4択でちょっと取っていきますので、一旦じゃあアンケート出しますね。ドン。はい、じゃあ政治家人狼いかがでしょうかね、面白いかどうか見ていただいて、今回だからもしかしたら議員さんから入った人、あの政治に興味あって見た人は人狼初めてだった人もいるかもしれないね、うん、そうですね、そういう人もいるかもしれない。逆に預言者が出た時なんで人狼が太鼓が出たのか、今こっちの画面でございますね。どうですか政治家さんの人狼、今後いけます、いけそうですか。いけそうですね、いけそうですね、いけそうですね。あ、じゃあ、このまんま GM やっちゃいましょうか、向こう。あのこっち MC とつないでる間に配役配っちゃいましょうか。このままじゃあ配っちゃいます。配っちゃいましょう、はい。じゃあちょっとじゃあこの、あの視聴者とトークこっちでつないでいきましょうか。そうですね、はい、そろそろじゃあ聞いて、開けてみます。アンケートもう開けちゃいます。まだね。あ、ちなみにどうでした、ご3人には。いや、面白いですよね、やっぱり それぞれの特徴ありますし、はいはいはい、の発言のまとめ方とか、うん、あ、やっぱり人前で、ね、意見交わしてる人たちなんだなって思います。タナちゃんどうでした。いや、駆け引きとか面白いですね。ケーキ面白いですね。これでも逆に同じ政党とかでやってほしいです。ああ、同じ政党内でやってほしいですね。その先輩後輩がどう出るのか。自民党人狼みたいな感じ。そう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 。いや、それ面白いですね。なんかその、ね、そこから勝ち残った人たちでまたやるというね。はい、いや、いいですね。あ、面白いですね。結構あれ見てる間になんとなくキャラが見えてきましたね、はい、それぞれのね。森さん黒でしたみたいなこと欲しいですね。そうそうそう。小泉進次郎が占い語る狂人とか面白いですよね。そうですね、そういう有名な人が嘘ついてほしい。嘘ついてほしいですね。確かに、デニーフェイスとか正義っていうところが、小泉進次郎さん絶対断りますか。来ないから断りますかね。メリットないよ。私は占い師です、狂人でやってほしいな。あの爽やかな笑顔でね、嘘ついてるって。そう、あの小泉、最終的には小泉進次郎さんが狂人で占い語りで音喜多さんに黒トップ。これみたいですね。これ大丈夫かな、この放送。これ全アウトじゃないって。いや、セーフでしょう。大丈夫かな、僕が、うん、まあまあ人狼っていう話の中の話、ね、あ、そしたら野々村、面白いですね、野々村さん、野々村さんと宮崎健介さん、あ、弁明いいですね。いいですね、元政治家人狼、スキャンダル議員でやりました。スキャンダル議員人狼面白いですね。これはOK ありそうですね。いや、うん、まあまあ、ただ言っちゃうともう議員じゃないと。まあ元議員人狼、元議員、ここから復活してもう一回議員に任期なんで、そうそう、ここから復活するし、復活ニコの前うん、議員、いや、いいコンテンツじゃないですか、これは。そういう復活するんでしょ。あります。あ、すいません、ちょっと全然アンケートの結果出しなかった。アンケート結果出しましょうか。結果、あ、じゃあ、結果を表示する、ドン。面白い45、あ、とても面白い45、面白い 45.3、 普通 4.7、 そうでもない 4.7、 だから合わせて 90% 以上面白い。これだから、あの1、素晴らしい、はい、ありがとうございます。これだね、1、2、3、4足すと100ですよ。それはそう、そうならとおかしいよ。1、2、3、4足す100だな。いや、大人気っすね。何も知らねえ。めっちゃバカ、めっちゃバカ。さあ、ということで、カードは配り終わったんですね。ラストゲームですよ。はい。